ジャン君、はい、おはよう。おはよう。お返事してくらいね。おはよう、ジャン君。おはよう、おはよう、ジャン君。おはよう。そして、ポンちゃん、おはよう。今日はだいぶどんよりした曇りだね。そこで、ちょっとね、これはプライバシーもあるので、こんな感じでわかるかな、うちの近所でですね、迷い猫がいると、あ、住所が見えちゃう、迷い猫がいるということで、今日花見に自転車で行こうと思っているので、ちょっと見てこようかなと思います、まあ、一瞬通りがかりにっていうことになると思うんですが、わりかしその近辺をこう見て回っていいチャンスがあればということですね。ご本人に連絡はしません、まだね、見つけたらしますけど、密かに隠密行動ということで期待をさせてもなんだし、そして今こうやってプリントアウトも出して入れたからです。いいねというか大切だねマークだけクリックしときました。はい、おいで。え、なんでなんや、あれ猫あるって思ってる。どうした、あれでカメラがあるしな、どうしようかな、うん、どうしようかな、じゃあ奥の手、どうしようかな、奥の手はこれです。はい、どうぞ。あれで、あれ、どうしよう、どうしよう、どうした、めっちゃ悩むけどストーブにしとくって、あれ、そうなんですか。あ、でも今日はいいな、悩んでるよね、悩んでます。ジャン君悩んでいます。あ、行きます。やっぱりお膝にしようかな。でも乗らないな。ジャン君どうぞ。またじゃあ後でで、あれ、はいはい、面白い鳴き方だね。はい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 、はい、はい、じゃあこちらで、よいしょ、今度はこれどう必要ですか、よいしょ、はい、はい、はい、どうぞ、そっち行っちゃうの、はい、どうぞ、うん、あ、暑い、もう毛布暑いよって言ってんの、そういうことかな、どけてみようか、はい、おいで、はい、はい、ここは、もう毛布なしでいいってことね、いいですか、はい、それでは、お花見をちょっと予定を変更して、迷子猫をね探す、まあ探すっていうとそこに、責任みたいになるけど、たまたま通りがかったらいるかもしれないということで、ルートをちょっと変えてその近辺をぐるっと回って、それから花見をしてきます。
またま見つかることの方があるかもしれないしね。よく見てきます。はい、ミケちゃんは発見しました。ちっちゃい猫だね。チャトラの子知らないかな。まだ子猫だったね。ちっちゃいね。こうやって通りがかりですが、大変、捜索というにははばったいんで、捜索ではなく通りがかりに見かけたらと思っております。ここが秦野の名所の一つになっている桜並木です。まだ六分咲きぐらいだったね。東京は満開っていうことで来てみたんですが、やはり神奈川県の秦野では少し遅くなりそうです。また満開の時にも来てみようかな。迷子のにゃんこについては、見かけませんでした。その後ちょっと役所の方へ顔を出して、いろいろ書類を出したりしてきました。ということでこの先桜のアップまで行ってみます。曇り空なので後ろが白いですが、桜は6分ぐらいかね。もうちょっとだね。こっちから撮った方が明るいよ。うん、あの背景が幹を背景にすると綺麗な色になると思う。空が入ると光ってるから。一応桜を歩きながら見て通りましたが、これからこの秦野名物自転車道路を、秦野にはこんなのがあるよという中でも、そういえば東京では亀戸の前が自転車道路になってましたけど、それ以外やっぱりちょっと自転車では暮らしにくかったね。秦野はもっと自転車暮らしにくいんですが、唯一この直線、これ自由に走れます。行ってきます。あ、バス停のとこはこういう風なんだ。念願のシャトレーゼに桜並木をずっと来て、ものすごい緩い、坂を登ってここまで来ました。実を言うと黒犬さん汗だくです。はい、今日のこれが戦果です。今フードコートにちょっと寄って小腹を満たそうとしている。今日はうどんかな。はい、ただいま帰りました。はい、よく寝てたね。はい、帰ってきましたよ。さあ、自転車の必需品、インカム型のトランシーバー、これもしまいます。たくさんあります。よいしょ、皆さんから、送っていただいたやつです。これが
一番古いやつなんですが、これが一番古くて、もうほとんど10メーターぐらいで音が途切れてしまうので、この2つ送っていただきました。ありがとうございます。ジュン君もだいぶ待った。今4時半ぐらいか。出たのそんなでもないね。3時間半ぐらい、もう結構ヘトヘト。3時間半も経ってない。そうだね、1時半ぐらいだったから、2時半、3時半、あ、3時間か、はあ、疲れた。そして、迷子の子は見つかりませんでした。もうちょっと檻があればね、何かの時には気をつけておこう。ちょっと距離があるのでね、ここからだとね。はい、これがアップルパイです。何だったっけ、なんとかっていうところの後で言うね。マオイママさんに聞いてみます。わかりました。シャトレーゼです。シャトレーゼのアップルパイ、ちょっとお高いやつですが美味しいです。サックサック高いって言っても、ね、ケーキと思うとね、そう、ああ、まあ、普通がな。はい、ジャン君、さっきベロで撮ってよ、ジャン君。今が70点だとしたら100点の可愛い、あ、来た、あ、もうちょっとか。今85点、今90点まで上がりました。100点だった時にカメラを用意し始めてこの状態です。ここにベロ出してたらしいですよ。そうなの、可愛かったです。ジャン君可愛い、ジャン君爪とんがってるやべえやべえな、切らんとな。ジャン君すごい、なんかびっくり顔になってる。ネズミとかそっちにありそうだ。カエルかな、ちょうどお腹のあたりに。行けよ行けよ、ほら、あれ頑張れジャン君、遊んで。あれ今日で、ね、桜の葉っぱをね、葉っぱじゃないや、花びらをと思ったんだけど一枚も落ちてませんでした。まだこれから咲くとこでした。ジャン君また今度行ってくるよ。かわいかったね、やだかわいい。じゃあね、ポンちゃん。はい、一返事。ポンちゃん。お返事してないけど。ポンちゃん。おトイレして隠さないポンちゃんです。じゃあ、そう。ポンちゃん。ジャン君、じゃあ布団でも敷こうかな。ポンちゃん寝ようか。